はい、こんにちは。電車太陽です。まあ、今日はですね、ポケモンのデスクでお役立ちフィギュア2を紹介していきたいと思います。イエイ！じゃあ、早速やっていきましょう。出てこい、カメックス！さあ、ってことで、今日は、カメックスが出ました。まあ、すごいかっこいいですよね。で、あとラインナップはですね、待っててください。ちょっとだけ。OK です。ラインナップは、ピカチュウと、リザードンと、不思議花と、カメックス。で、その次、イーブイと、ラプラスと、プリンと、ミュウツーです。そして、これは、どういう役に立つかというと、この、カードを、挟んでくれます。で、そうすると、こんな感じになります。すごいですよね。で、これを、外せもします。じゃあ、カメックスの紹介をしていきたいと思います。まあ、顔はこんな感じです。すごいかっこいいですね。こんな感じです。そして、後ろの、甲羅みたいな場所もすごいですね。これハイドロポンプらしいです。この水みたいなやつは。で、こんな感じです。すごいですね。ってことで、まあ今日はこれぐらいで終わりにします。それでは、バイバーイ。